こことか店なったら暑くない？おお、なんだここ、え、なにここ、ここなんか店になんか開けたら暑くない？暑い、なにこここういうことでしょ、今入れないけど、うん、そういうことそういうこと、お前やるやん、これもこことかさ、めちゃくちゃでかいよ、めちゃくちゃ、ここがいいよ、これホテルだって、ホテルなんだ、でもチラって見ただけでこれあったから、うん、探せばもっとなんかありそうなんだよ、でもホテルも良くない、ホテルもめちゃくちゃいい、ホテル良くね、だってフロアごとにいろいろ変えれるし、え、そうだよね、しかも絶対綺麗やん、ホテルとか、しかもめちゃくちゃ楽しいしな、絶対、うん、それこそカジノがやってたやつよりも大規模なかくれんぼとかできそう、確かにこういうの見るだけでワクワクするんだよな、いや、わかる、探したかったこういうの、おっとっ、こんにちは。こんにちは。どちらも初めましてですね。初めまして。初めまして。でもなんか一回、いや、なんか会ったことある気も。喋ったことはないけど見た気がする。サバゲーとかか。あ、かもしんない。どうや。違うな。どちらにしろ初めまして。初めまして。こんなところで何してんすか。このホテル綺麗だなって見てました。あ、それは邪魔しました。すいません、本当。あ、全然違います。全然そういう意味じゃないです。そういう意味じゃないです。違う違うです、あ、もう無意識で言えるような感じ。違う、あの、違うんですよ。あれ？初めまして。はい、違いますよ。はい、違いますよ、さん。はい。違います、あの、僕が。星野さん、はい。え、なんか、昨日、俺、星野ももあさんって人と、初めましてしたんけど、同じ名字？あ、同じ双子の妹ですね、ももあは。あ、そうなんや。そう。あ、そうなんや、はいはいはい、救急隊の子、え、何してる人ですか？僕、この町でギャングやってます、はい、うわ、悪い人だ、悪い人だ悪い人なんですか？悪い人です、あ、でも、はい、はい、人の秘密はそんな簡単に言いませんので、なんかないからね、別にあの今秘密とか違いますよ、いいホテルですよね、本当に何階に行くんだろう、本当すごいな、高くて見えないや、外観がね、いいなって思っただけで、うん、カッターサングラスしてて二人が眩しくて見えないや、ほんと違う本当に僕、あの、この街でインフルエンサーやってる、大バカ者って、あ、有名人、ツイックスに毎日動画投稿してるんで、大丈夫ですか、燃えないですか、これ、大丈夫です、いや、だから違うんだって、いや、違うのかもう、ね、連絡先よかったら交換しませんか、大丈夫ですか、これ大丈夫なんて言ってんじゃん僕も交換しとくか、ちょっと、はい、何かあったらスクープしないといけないし、スクープ、いや、今も怒ってます、いや、なんか違う、はい、全然、うわ、ありがとうございます、はい、なんかギャングとか怖くないんですか、大丈夫ですか怖い思いをさせてくるやつは嫌いですなるほど、はい、でも今怖くないよ、怖くないか、わからんぞ、怖いかもしれんぞ、やだ怖いかもしれんぞ、やだやだ、意地悪、意地悪じゃないです、ほんと、はい、ダメですよ、悪いことしたら、全然ギャングっぽくないな、服装も、お前そんな、あ、今ね、いい人にしか見えないってことですよ、わからんけどね、何してたんですか、今、今からなんか試乗会向かおうかなーって、試乗会、試乗会、はい、って何、この街ね、その毎週木曜日に、うん、はい、あの、今後新しく入る予定の車が、うん、なんていうのね、なんか、あ、なんか乗れるみたいな、ザーって並んで、そう乗れる、へえ、そんなのあるんだ、そう何番ですか、何番やったかなあら、え、今から向かうのに番号わかんないんですか、座標通りでいつも感覚で動いとるからやばって言われてえ、でも、体感9257付近、はいそうなんだ、いや、もう困ったらツイックス、確かにさっきツイックスにそれ言ってる人いたけど番号書いてないんだよな、試乗会どこをやったっけ、困ったらツイックス、いいな、いつか行ってみたいね、確かに、うん、すいません、あの、本当に邪魔しました、邪魔はしてないです、邪魔もしてないし、よかったです、あ、はい、なんかお仕事はされてるんですか、二人とも、あ、でも、カモノさんは、あ、僕ツイクサーなんで、ぜひフォローしてください
なんかツイート見かけたらしときます。じゃあ。じゃあ後で一番上に出すんで。はい。急に号泣らしい。ああね。私小皇帝です。そうなんよ。うん。確かに最近行ってないから見てないな。ああ。まあ、ちょっとじゃあちょっと行きますわ。はい、また遊びに来たねー。はーい。ありがとう。はいはい、あの楽しんで。はい。だから違うってば。最悪だ。お前、泣きやがって。この町のインフルエンサーがそんなことを言われたらもう炎上だぞ、炎上。いやいや、この町のアイドルがそんなこと言われたら炎上だよ。アイドルじゃないだろう。いや、私はみんなのアイドルだよ。やっぱりなって思われるだろう。やっぱりなってやめろよ。変わった。そう、めっちゃかっこいいっしょ。やば、スピードが上がるわけではないの、これ。ちょっと上がるんじゃないかな。プラシーボ、プラシーボ。かもしれんけど、でも上がってるよ、多分。いいじゃん、何回でもできんのこれ。はい。え、なった今。今一瞬なった気がする。もう一回。ちょっとなんか、できないまだ。え、これいくら？これは、2000万？高っ。めっちゃ高い、ちなみに。あれ300万くらいかなと思ったら。高っ。あれこの辺だよね、確か。え、わかんない、ちょっと待って。9259欲しいよこいつ。私には。え、これもかっこ、え、これかっこいい。めっちゃかっこよくね。こいつ、ちょ見てくださいよこれ。なんすか。いやでもちょサラさんのあれじゃないかもしれない、趣味じゃないかもしれないけど。はいはい。でもなんかこういう。どんな感じになるんだ。大川さん、清め。清め。どうぞ。これ。かっこいい。このカスタム。カクカクだ。いやなんか、いそう、こういうカップルいそう。めっちゃかっこいい。マフラー見て、マフラー。マフラー？あの後ろ。絶対上がる。ほら。うおー、すげえなんか。ヤンチーじゃん。え、この。え、すげえ。めっちゃあるんですよ、後ろ。すごっ。すごい。あ、今の。あ、今の？今の。どれだ？なんか、青く光ってた。これの次。違う。これ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 いい、これでも斜め上に向いてるパイプもいいな。いいよこれ。かっこいい、めっちゃおっちーゴツゴツでいいな。これがまだ未発売のやつ。これいくら。なんか何も決まってないらしいっす。これ普通車っぽいな。でも分かってないな。これ高級。これ高級。高級。いや普通じゃねえかな。普通じゃん。分かってねえな。いや分かんない、分かんないですけど。いやこれセダンじゃない。待って、ねあそこにやばいの。あれめっちゃ長くない？ビヨーンって伸びてるよ。川上さんこれやばい。欲しいんだけど。まマジセダンだから。何人乗りこれ？これやばくない？これ一番引かれてるんだけど。やば。これどうやって曲がるんだよこれ。車の先頭にいる人と後ろの方にいる人会話できないって。川上さん乗ってみるじゃん。確かに。でもさ目的地さなんか。乗った瞬間着きそうじゃない？今からね、ここから行くわって言って。確かに長すぎね。俺はもうついてるんだけどなみたいな。こんなん曲がれんよ。曲がれんよな。私もまだ見たいのある。いやもう大丈夫だよ、行く。うん、車見ると車欲しくなっちゃうな。いやそれ実際いらないんだけどな。いやそうなんだよ、十分持ってるもんな。いやそう、本当にそう。